タムビーチは、イタリア発祥の球技で、タンバリンを原型とするバットを使用し、車上で、プレイされる。また類似したスポーツとして、タンブレロタンブレリタンブレウなどがある。イタリアのシチリア島、ラグーザ地方の地元スポーツ愛好家の間で、始められたと伝えられている。最初の選手権が行われたのは30年以上、前にも遡り、その後、ラグーザ沿岸地区から、 近郊の仕組み、モーディカ、ポッザロ地方へと徐々に広まっていった。1996年、イタリアタンブレロ協会がタンブレロ100周年を記念して選手権大会を開催した時にアウトドアタンブレロ、インドアタンブレロに加えてタムビーチが正式種目として認定、公式ルールが制定された。その結果、シチリア島のみでプレーされていたタムビーチも イタリア南部のサルディニア島やカラブリア州に伝わり、次第にイタリア本島にまで広まっていった。その後イタリア北部のリグーリア、エミリアロマーニャ、ロンバルディア地方へと拡大していき、ベルガモではシチリア島外での初のタムビーチ大会が開催された。また1996年はタムビーチが海を渡り、9月にドイツのケルンで初のイタリア国外でのタムビーチ大会が開催された。 重要な年でもある。その年を境に、タムビーチは、イタリア国内の様々な地域でプレーされ、現在海外でも徐々に競技されるようになった。2007年9月には、初のスペインでのタムビーチ大会が開催された。砂浜で中央にネットを張った、長方形のコートを使用する。コートサイズはシングルが縦24メートル、横7.5メートル。 タブルスは縦24メートル、横11メートル、ネットの高さは両方とも2メートル10センチメートル。バット、ボールともにインドアタンブレロで使用されるものと同じ、ものを使用するが、アウトドアタンブレロ、インドアタンブレロのように選手のポジションは定められていない。相手コートへの返球回数は1回のみで、相手コートにボールを決めた場合に得点となる、ラリーポイント制。 1>, 1セットは12点選手で勝ちとなる。タイブレークの場合、2点差以上がセット勝利の条件となる。3セットマッチで2セットを選手したチームが勝ち。サービスはコートエンドラインの後方からボールを打ち、ネットの向こう側の相手コート内へ向けてサーブする。シングルスでは相手コート内どこでもサーブできるが、ダブルスでは対角線上の相手へサーブしなければならない。 一回のサービス券に対して2回サーブでき、サービス券は2回で相手側へ交代する。ただしタイブレイクになった場合、サービス券は1回ずつで交代する。ダブルスでは一番初めのサーブは左側エンドラインから行われ、次からのファーストサービスは右側エンドラインの後方から、セカンドサービスは左側エンドラインの後方から行われる。ありがとうございます。